杉玉も凍りつきそうな厳しい寒さ寒の内こそが最盛期蔵人たちの活気がみなぎる米どころに生きる伝統の酒蔵をぶらり空旅 宮城県の北西部に広がる上町は2003年合併により誕生肥沃な田園地帯と中心市街地を擁するのは旧中新田町その市街地に明治時代から続く酒蔵があります中湯酒造店です 創業明治三十九年、百年ちょっとの小さな蔵元でございます。伝統のわがまを使ってですね、米を蒸しております。通常は今、一般的にボイラーの蒸気でね、蒸すパターンが多いんですが、特にボイラーよりも強い乾燥蒸気が発生しますので、良い蒸しが出来上がると。 手間暇にこだわり蔵人たちが丹精込めて醸す酒にこだわる中湯酒造店。統一ブランドは天上無限です。成瀬川の流域に広がる米どころの旧中新田町には3つの蔵元が共存しています。 江戸時代創業伝統的な酒造りを守り抜く田中酒造店。母屋は漆喰の生ま壁に瓦屋根主要銘柄は真鶴です。創業明治29年鷲学国の醸造元として知られる山和酒造店。 新しい銘柄山和との両輪で伝統を紡ぐそして中酒造店蔵元っていうのは一国一城の主でお互いに独自の特徴を出しながらやってるんですが切磋琢磨することによって品質向上に結びつくそれがさらにお客様に評価されると。 飯田の町に蔵人たちの息遣いが聞こえる。